こんにちは。なんか泣いてるね。お、ヤッホー。雨か。雨ですね。雨多い、雨のこと。昼前直送便3、ポニ太郎さん隕石、飲み水3、セイヤンさん、ヤッシーさん、エイちゃん、クマいっぱいありがとう。ありがとう。サトルンさん、ナリさん、ヒラ兄さん、シャケサイヤン、カズヒロくん、ロックオンさん、なるみさん、セイヤンさん、ありがとう。セイヤンさん、ヒデのヒデさん、なべこさん、まゆせんたん、ゆうさん、レイクさん、まゆせんたん、ひらりんはったさん、りんさん、そうやんさん、けんちゃん、渋谷さん、神戸のマーチさん、沼ってさん、国佐のしげさん、やっとふふ雨なんかあれだよね、気分が。そう、カフェに言われる方結構いらっしゃる。しのさん、昼前畜生便さん、ありがとう。あ、そうか、今さらちゃんがサラコンしてるのか。そうだ、見てなかったよ。最初の方だけ見れたけど、ちょっとアイシャドウでも塗ろうかな。ふふ、さすがに。じゃん。変わらん。変わらんかった。
次で変わるよ絶対。この一番濃いやつをねしてみます。じゃん、一番濃いやつ。一番濃い。やったー。ここでさらに。濃ゆくしていく。どうだ。お、かなり違う。そう、目がね、大きく見えるね。濃ゆくなった。やった。ヒートテックか。ヒートテック着てる。そうなんや。まつげ。ああ。ああ。アイシャドウが。ああ。あらま。ビューラー。ビューラーヘッド。さっきまではあれだけ、アイライナーだけ。挟むぞ。ああ。感じ。ここで マスカラ、マラカス、マラカスをつけます。ロング&キープ、ロング&キープ。
ング。ロング。ボリューム。ロング&ボリューム。いい感じ。話し会全然いつでも全然いつでも嬉しいです。メールしてないよ。綺麗かな。なんか爪が伸びてる。そうコスプレはね、2期生が罰なんですよ。爪すぐ切りたい派ですね。こんな感じだ。すごい。こんな感じだ。完成。何メイクだろう。簡単。ちょっぴりメイク。よき。チーではないけど、ちょっと変わったかな、やっぱり。あんまり何もせんのとやっぱり違うよね。変わった。おお。本当。ナチュラル。やったん。ただね、気分も違うかも。メイクしたらなんかやっぱり違いますね。
すごい。そっか、元がかわいすぎるって。データも食べたっていうかね、準備したけど結局食べれなくて一人で食べたんだよね。天使、お話し会、お待ちしてます。なぜか気になる今日この頃って。今日は光が描いてる、本当。お待ちしてます。顔が好き、私の顔が好きな方。カワチ、よろしくです。やっぱり、お誕生日おめでとうラームさん。同い年なの？おめでとう。ハッピーバースデー。素敵な一年になりますように。そしてさらにサーヤン推しになりますように。ありがとうございます。明日？あ、そうなんだ。ふふふ。そうだよ。明日は3人のお誕生日なんですね。すごいな。そんな一日に集中するとは。すごいな。こんにちは。ね、すごいよね。なかなか誕生日一緒の人ってあんまり巡り合わないんですけど、まさかそんな ST のメンバーで1日に3人も。すごいな。私同じ誕生日の人に全然会いませんもんね。なんかファンの方とかならいらっしゃるけど、友達とかいなかったな。同じ学校にもいなかったんじゃないぐらいか。すごいな。忙しいね。すごい。そうだ、
ポスターね、サイン入りのポスターね。うん、なんかサイン入りの受けました、サインポスターに。結構いる。あ、そうなの兄貴にいたんだ、すごいな。本当だ、七並べの誕生日カード3人だ。あ、そうなんだ。そう、サイン書いた、いっぱいあった。高尾さんはサインたくさんありますよって。そう、本物です、ちゃんと本物のサインです。あ、そうか、生写真も届いたんだ、すごい、2種類。私も和風メイドの自分めっちゃねお気に入りです。生写真今までで一番お気に入りかも。なかなかね切れないからね、和服、ん、和風メイドか。うん、手書きですよ。なんかあのまた違う、今までと全然違うカットのポスターですよね。私あのジャケ写のやつと、あとなんだっけな、ジャケ写のカットと、ジャケ写のやつはあのなんか、ね、眠ってるやつですよね。そうそう、髪型もね変われたんですよ、自分の好きなものでいいって。すごい当たってる方多いのかな。なんかあ、ジャケ写とパネルだ。なんかジャケ写とパネルのやつがなんかどっちも寝てて、あれ私寝てるカットしかないやって思ってたんやけど、なんかだんだんといろんなとこでいろんなカットが発見されていきますね。そう、結構いろんなカット撮ったけど、なんか眠ってるやつ多いなって思ってたから。ん？ジャケ写のやつは眠ってるやつじゃないか。なんか横顔のやつ、ちょっとわからんくなってきた。あ、チェケシャバ眠ってるやつよね。何かが横顔のやつなんだよね。なんかコースターとかだ、コースターとか、なんかグッズとかはこう横顔ですよね、みたいな感じの顔。あ、カレンダーも、カレンダー寝てるやつか。なんかね、タペストリーとかはこっちよね。楽天のポスターの写真2枚は全て異なるカット。え、そうなんだ。そこで放出ですね。あ、コースター寝てる寝てるやつか。クマみたい。
ラマ。顎に手を当ててる楽天さんの。うっかりあんこさん、くにひこさん、あおちゃん、みゆみゆさん、熱帯夜さん、やするぱんさん、 F 渋谷さん、ひるまえ直送便さん、しのさん、りんさん、てんねつさん、まさとしさん、がんばれー、たけさあやん、かずひろくん、ほうさん、せいやんさん、よしとさん、元気くん、ゆうきさん、せいちゃん、かずさん、あーつさん、さとるんさん、ありがとんとん、ありがとんとん、藤田もつさん、ありがとう。あ、今日は日曜日か。そう、これは姫カットなんですかね。ちょっとなんだっけ、これ触覚が多いけん姫カット。なんか4周年コンサートの時になんか横髪出すのありますかっていうメイクさんに聞かれて、このぐらいでって言ったら、あ、姫だって言われた。姫だって。今日はこれ姫カットなんだと。そんなつもりはなかったけど。うん、姫はもうちょっと姫でしょ。ねずこ、姫姫。違う、そう、姫カットはもうちょっとこれが長くて、なんかかぐや姫みたいになってるのかな。そうなん、わ、似合うって、ありがとう。神戸のマーチさん、ありがとう。嬉しい。そう、いっちゃん、猫髪、そっか、かぐや姫って竹ですね。
長いバージョンと短いバージョン2つ。あ、月に帰るのか、かぐや姫ちゃんは。うん。耳。わお。楽しみです。ありがとう。これはかわいいって。困った。昼前直送便さん、高穂ゴンヤン、国彦さん、ゆうきさん、ありがとう。なんか、日曜日でもね、お仕事の方おられますよね。ももかちゃんありがとう。かわいいです。前すごく、もうなんかすごく、なんか日向ぼっこ感があるこたつつけてるからさ、めっちゃちょっと消そうね。なんかウグイスも泣いてるし、お腹いっぱい食べたし、ウグイスって春の鳥かね。わおこたつつけてる。なんかちょっと寒いなと思って、今日はたこ焼きとね、なんか納豆ご飯みたいに食べました。え、そうなんだ。ウグイス泣くの失敗するんあ、そういうことね。ホキキョウ、あ、いるかもしれん。ホキキョウが本当よね。でも間違えるんよ。間違えるんですね。ホキキョウね。いいよね、時々。おくる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 みたいな。あ、練習中なの。ホケッキャンみたいな。裏返ったり。え、ほうで諦めるときあるん。ほう。てん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 。そうなんだ。赤ちゃんは最初は喋らん。あ、そうなんだ。また
勉強になりましたね。ほう、てん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 。ゆっくりしましょう。ほう、おっけっけっけ。ほう、けっけっけ。ポー、ポー、ポーの時もあるんや。かわいいの。ポー。あ、今日までたどり着いた味にも、そうなんだ、すごいよ。すごい。今日まで行ったら、もう、一人前なんだな。ね、ちょっとアレンジしてほしい。ポー。結局今日みたいな。ホイコロ、ホイコロ、ホイコロ。ウグイスちゃんにもなんかあるんですね、いろんなことが。もうその方法結局しかなかんと思いよったっけ。確かに考えてみればそうですね。確かに。やっぱり人間と同じだ。うまくいく日とうまくいかない日もあるんだな。あ、5月頃に練習の成果が出る。あ、今ね、練習してるんだな。 5月が本番。練習中ね。目白。目白。なんかその5月になんかそういうあるんですね。なんか重要な発表会みたいなのが。ライブがあるん。ウグイスちゃん。な、夏も泣いてるんか。朝練もしてるの。かわいいな。ウグイスちゃんも日進月歩なんだな。すごい親近感が湧いてきますね。ゴールデンウグイス。すごい親近感がありますね。やっほー、好きです、ありがとうね。めっちゃね、まったりしてるんです。そう、髪の毛もめっちゃハネハネですね。もう私は昼寝前みたいな、もう感覚になってますね、頭が。本当に
曜日だ。日曜日という感じだ。皆さんも、もう寝落ちしてください。絶対私の配信聞いてたら眠くなってくると思う。みつるさん、くもはさん、せいやんさん、ありがとう。ご飯食べてくださいね。あ、そんなことない。でしょ。いてて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 、よし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 、しびれた。よし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 。よいしょよいしょ、しびれた。めっちゃ曲がる。めっちゃ曲がるね。めっちゃ曲がる。え、こんなに曲がる？皆さん。めっちゃ曲がるんやが。曲がる。消えそう。あ、なんかこう見たら怖いね、なんか。なんか怖かった今。手首だけ映した。90度しかもな、曲がらん。ここまで。これ以上曲げたらちょっと怖いよね。ちょっとホラーになる。なんかこう、ここまで映ってたら大丈夫だけど。なんか ここから映したらなんかめっちゃ怖い。なんか一回ね、ついたんよね。あら、つかんくなった。あら、一回ついたんやけど、逆、こっち、あ、こっちか、こっちも。怖いわ。つまり真似はしないでね。なんかあるよね、よくテレビで、良い子は真似をしないでねみたいなあるよね。良い子のみんなは真似しないでねみたいな。怖いね、怖い。いい子じゃないからって。いい子じゃないから。
あるね、なんかテロップで何々さんは特殊な訓練を受けていますあるある。あ、部屋を明るくして離れてみてね、あるね、個人の感想ですね、トゥルーみたいな。お、誕生日なの。あらま、なんか多いね、3月。おめでとう、ライハさん、おめでとうございます。ハッピーバースデー、素敵な一年になりますように。そしてサイヤン推しの一年にしましょう。ライハさん、わ、3月なんかたくさんだ。ね、のんびりのんびり。ね、多いよね、3月は。なんか喉が渇いてきたな。2月もなんか置いていただけそっか、ちょっとお水ついてこようかな。最悪じゃん。それは最悪じゃん。悲しい。本当に私は判明の時の自分を見てしまったから、それがこの5800人の方に映っていたと考えると、忘れるさ、この人生、この人生は忘れるよ。あと1ヶ月もすれば全然覚えてないと思う。スクショしないでそうそうそう、忘れるさ。お、毎月第3木曜日。わ、ありがとうございます。国彦さん、高尾ゴンヤン、サトルンさん、A ちゃん、リーさん、クマハさん、ありがとう。拡散しないでよ待ち受けにしないで。うん、判明はね、ま、しかもよくよく考えてた、私ずっとこの朝から水分を摂取しなかったな。
散禁止本命拡散禁止。うん、そう、水分なしでたこ焼き食べて、そうだね、なんか1日に2リットルぐらいの水を飲んだらなんかちょっといいよみたいなありますよね。知らめダメだよ。うん、水分取らないとですね、眠ってる間になんか水分がどんどんなくなっていくみたいな話を聞いたことある。なんかね、代謝が良くなるのかな。そうだよ、ね、でもね、なんか無理して飲まなくてもいいんだって。ジュースもな。そうそう、なんか朝一に白湯がいいって言いますよね。毒素を出すみたいな。あとお風呂入った後とかもなんかいいって言いますよね。やっぱモデルさんはそうなんだ、やっぱり2リットルぐらいやっぱり飲んでるんですね。お肌にいいんだね。残りわずかなの。一杯の寝る前に一杯の水。ね、お風呂入った後美味しいですよね。あの一杯の水ってあれなんだってね、あの ST 融合で。ST48 号でにあるあのお水のことみたいですね。ちょっとうん、そのあのワンコインのあのお水で、なんかこの前ちょっと聞いたけど、そうそう、うん、ペットボトルの、僕は嫌いじゃないんだよって。ようやくたどり着いたら。いっぱいの水を。そっか、なんか300円であったんですね。ん、ひとりことカフェね、本日で期間限定終了でございます。サイアンは水は冷たい派です。でも体には冷たいのじゃなく常温がいいって言いますよね。でも冷たいのが飲みたいもんな。うん。麻痺。麻痺。300円。うん、なんかちょっと多いな。
あ、私がね。私、ジュース大好きだから飲みますね。でも、ジュースは、炭酸ジュースだったら、なんかメロンソーダとかグレープソーダとかが好きですね。ね、おしゃれよね、このグッみかんはそのまんまよ。そのまんまが好きなんよ。だけど夏はレモンソーダとかですかね。せいや、これだったのと違いはしてない。会話、こうだけ。通常と会話ね、個別です。お、初めてさんが、あらま。そう、ちょっとね、ね、ニックネームの登録がちょっと。早かったのかな。お、初参加。おお。そうだね。初めましての方が多いかもしれない。もうね、オンラインサイン会は多分時間決まってるけん、私が長引いてしまったら多分その後のメンバーの誰かにこうの準備にちょっと迷惑をかけてしまう。気をつけなければ。ね、ニックネーム登録ね、怖いよね、ちゃんとできとるか。そうそう、ちょっとハリーアップってハリーアップって言われたらちょっと焦ってしまう。ふふふ、はあ、ってなる。英語で言われんけど 英語では言われんけど、クイッククイックって。ハリーアップ、クイッククイック。ああ、そうなのよ。
もうね、私はね、もうね、焦ってしまったらね、もう空回りになってしまうのよ。ここに汗のマークがいっぱい出てくる。わあ。そうそうそう。確かに。汗。そっか、嬉しいな。あらま。うん、でも表情はそう。表情はめっちゃ余裕な顔してる。もうね、顔にね、出さないのがね、私流なんですよ。元気だぞい。もうね、冷静にね、悩んない時もあるんですけどね。そうそう、ファンの方にはね、胸かれてそうだ。なんかめちゃめちゃ悲しいことがあった時とか、なんか周りの人にかわいそうだなって気にしてるのかなって、あんまり謎になんか思われたくなくて、めっちゃ全然気にしてないですよって顔をしてる。サイン会、あ、どうなんだろう、サイン会はどうかな、抽選かな。そうそう、テンパったらさ、もうめちゃめちゃ焦ってしまうよね。そう、悟られたくないのかな。お話し会楽しみにしてます。みんな一緒か。よろしくです。なんかもう10分でできることをあと3分ですって言われたのさ、めっちゃさ、もう手がさ
震え出す。お、嬉しいです。ね、なんかすごいよね、その時のあと1分しかないとかなった時、もうね、私ね、集合時間に実際は全然間に合うんだけど、集合時間まであともうなんだろうな、もう無理じゃんって時間になっちゃって、集合時間まで行くん、もうその集合場所に着いてるあともうすぐで着くよって時間帯に、びっくりした。お腹の音じゃないよ。こういう音出るよね。お腹の音じゃないよ、ループ。しかもループ。なんていうタイミングなんだ。そうだからね、もう集合時間に、私いつも集合、本来なら集合時間の10分前に着くように行動してるんですよね。もうそしたらその10分前には着いてる時間帯にもう家にいて、であれ、あ、やばいと思って、もう間に合わんと思って、で途中まで準備もなんか全然してなくて、また私この時間の逆算が苦手だから、あ、もうなんかで間違えたんやと思って、そう、もう着替えてもないし、全然着替えてもないし、のんきに昼ご飯食べててみたいな、そう、あ、一回固まって一瞬で全てを考えて一回行動してみたけど、あ、無理だ、マネージャーさんに言おうと思って。これ言ったことあるよね。いつも終わったと思って。終わったと思って。もう一瞬で、あ、無理だと。そう、立ち尽くしてね。立ち尽くした。と思って、そうそう。なく、スケジュールもう一回見てみたらさ。1時間後やったんよ。
だったんよ。よかったって思ったけど、あ、よかったって思ったけど、なんか、あ、みたいな。はぁ、と思った。そう。よかったけど、少し、昼ご飯を焦って食べたの、このお腹の中と、ちょっと急いだ形跡のある部屋と。そう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 。なんかよかったスケジュール見て。これで見ずにマネージャーさんに報告してたらさ、何のことって。何のこと ?1 時間後だよって。え?ってなるよりかはまあ、よかったかな。1時間あるんかーいって。確かによかったんかな。1時間もし間に合ってたら1時間前についてたもんね。しかもここのあざも治ってるんだけど、あ、見えない。治ってきた。ちょっとある後。でも遠くから見たらね、なんかわかるかなって感じ。あ、ほら、なんか遠くから見たらわかるよね。そうそう、踊ってたらそう気づかん。そう、マイクをぶつけたやつです。独り言で語るくらいならの、アイドル全般大好きさん。ありがとうございます。筋ある。そう、膝のあざはね、消えたんですよ。本当にどこにあったのか本当に分かんない。おお、こんにちは。めっちゃ久しぶりに見た方。マイクのやつ名。マイクのやつ名ということでね、語るくらいならね、めちゃめちゃね、なんか後半めっちゃね、いきなり激しくなるよ。そこでマイクと衝突してしまった。そうそう、気をつけないとね。なんかリハーサルの時はね、指に当たって指が赤くなって、本番でここに行った。気をつけないとな。そう、マイクね、めちゃめちゃね、もうね、
たたる。だけメンバーのマイクがもし当たったらめっちゃ怖い。結構腕回すさ振りとかあるけんさ、その時に16人公演の時とかさ当たったら痛いな、痛そうやなと。そうマイク重い。結構危ない時あるんよ。私がね一番怖いのはね、思い出してよかったの、なんか急ぐのかなって時に、なんかこう前にいたメンバーがこうジャンプしてこうやって腕をこう上げる振りがあるんやけど、そこをねくぐるんですよ、後ろのから行くとき。それが一番怖い。もしそれのマイクが頭に当たったらと思ったら。ぶつけたことはないですね。そうめっちゃ怖い。めちゃめちゃくぐってるだからくぐる側です。くぐる側やけどね、タイミングがね全然違ったら絶対当たるんよ頭に当たらんようにめちゃめちゃ頑張ってる。怖い。一番怖いところ、ゴンってゴンって。くぐってる。かわいそう。どうなるやろ。一瞬目の前が真っ白になるかもしれん。ここに直撃したらゴーンって。はあ。わお。ちゃんこ鍋食べながら見てる。そうやんさん、しんじさん、せいやんさん、ありがとう。私は誰ってここはどこ。なるかもしれん。私一回中学校の時にさ、めちゃめちゃさこの教科書のノートがさ、なんかめちゃめちゃもうなんか全部持って帰らないといかんかなかったですよね。なんか中学校の時とかなんか全教科持って帰らんといかんくて、なんかその全ての教科書のノートを頭の上からこうバーンってされてチカチカチカってなった。それがもう一番の衝撃かもしれん。
急に白くなったもん。何が起きたの？ピヨ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 。なんでかわかんない。なんか急にされた。めっちゃ痛かった。痛いし、本当にもう目の前が真っ白になって、何が起きたの？起きたんだと思ってパッて見たら、もうめっちゃ持ってたから、あ、それかみたいな。うん、ふそう、しかも不意打ちやけんさ、不意打ちやけん首が。いや全然誰だったかあんま覚えてないけど、誰だろう、なんか私が無視したけんみたいなこと言われた気がするけど、分かんない。無視したけん、みたいな、やったような。本当に気づかなかったんですよね。無視される喜び。俺だったらごめんなさい、絶対違う。絶対違う。ありがとう。広島っ子パセリさん、ありがとう。ありがとう。鮭さん、ありがとう。鮭さん、代わりに謝っとくわ、ごめん。代わりに謝っとくわって。え、羨ましい、いろんな体験してる、羨ましいって。そう。でも知り合いの知り合いの知り合いの知り合いかもって、本当にそうかもしれん。でももしかしたらなんかさ、知り合いをさ、いっぱいさくぐらせていけばさ、なんか全ての人にさつながりそうじゃない。クエスちゃん頑張ってますね。繋がりそうだよね、知り合いの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 知り合いぐらいだったら。うん、別にアイドルになって、別に全然そんなことないですね。うんうん、あったよね。わ、なんかチェーンメールあったな。あった、チェーンメール。私もなんか小学校の時に流行ったな、チェーンメールが。このメールを回さないと、なんかいきなり大きい文字になって不幸になりますみたいな書いてあって、このメールを3人に回したら免れますみたいな。あったあった。復興の手紙か。めっちゃ怖かったんだけど。本当、私これ届いたってなんかお母さんに言って、そしたらお母さんがなんかめちゃめちゃもうアホかみたいな、アホかみたいなこと言ったけん、それ聞いてあっと思った。
あ、刷新ってなった。そう言われたら急になんか自分もなんかあってなって ズバッとタイプ。なんか他にもあったよね。でもなんか不幸の手紙以外にもさ、なんかなかった？他にも。こっくりさんでしょ。こっくりさんやったことない。あれって誰か動かしたらもうわかるよね。え、そんなメール コックリさんやばいの。私花子さんの方が怖かった。花子さん読んでからあの3番目のトイレ絶対行かんかったもん。コックリさん落ちたん。コックリさん落ちたん。え、コックリさんガチ本当に。え、本当にガチでやばい。本当に。あ、そんなマネージャーですみたいなそういうメールが来たんだ。好きです。やっちゃダメ。え、そんな本当に本物そうなん。本当だ。え、そんなに。え、なんか怖くなってきた。本当に。え、怖い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 。え、怖い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 。絶対嘘。絶対嘘やろ。コックリさん好きですって言ったら無理言ってきたって。絶対嘘。え、本当に囚人先生やらない方がいい。え、怖い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 。やめとこ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 。いや、ココさん、ココさんじゃない、コックリさんだ。ココさんじゃない。乗り移る。え、そうなんだ。怖い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 。それは怖いですね。やめとこ。やらない方が正解だ。え、怖い怖い。なんか怖くなってきた。普通に嘘と思ってた。あ、キツネなん。キツネってこと？キツネってなんか乗り移るみたいなのあるよね。わからん。コックリさん本当に俺かわからんし。忍者とかも俺かわからんし。 UFO は UFO は宇宙人は信じるけど UFO はどうかな。え、私スポット絶対行きたくない。私そういうスポット系絶対行きたくない。リコチをコクさんしよったらもうすごいことになりそう。忍者おる。やっぱ忍者おる。めっちゃコメント忍者おる。しかも通信講座もあるの。そうそうそう、宇宙人はおるんやろうなと思う。でもその UFO があるかは分かんない。
宇宙船ってことだよね。怖い怖い。で、そういう心霊スポットは絶対いかん。こんちには。え、恐竜も実際に見た人はいない。確かに。あ、土の子ね。土の子おるんかな。あ、ドッペルゲンガーはね、なんか世界には3人おるみたいな、めっちゃ自分と似てる人がおるみたいな。未確認生物おりそう。いまだにおるよね、なんかそういう名前のない生物みたいな。確かに恐竜の顔とか色とかもね、想像ですよね。なんか骨しかないんだよね。え、土の子見つかったの？私はいますよ。私もちゃんといますよ。私は。あ、そうなんだ。未確認生物。わ、本当だ。1万人の方ありがとうございます。あれ？気づいたら何時だ今。化石ね、化石とかね。もうすぐ2時なんだ。あらま。私はいます。好きです。ゆしのりさん、天熱さん、たくやさん、ありがとう。くにこさん、ありがとう。うん、私は確認済みです。私確認済みです。うんうん、お待ちしてます。こんにちは。まだね、うん、怪しい。まだ認めん。いや、宇宙人、確かに私も宇宙人って言っていいのかな。まあ地球人だけど、でも宇宙人ですよね。私もまあ宇宙人ですよね。お、めっちゃうまい。この鳥ちゃん、めっちゃ鳴き方うまいな。うん、めちゃめちゃね、深い広い話をすると。宇宙人の地球人ですね。宇宙人地球人、宇宙人地球人の福岡県出身のって感じですね。めっちゃうまっ。かっ、やるって努力かな。うぐいしたんだ。努力家ですね。あ、ちょっと間違えた。今ちょっと間違えてた。
眠くない？うまい。うん、まだ練習中ですね。かわいいイグイスちゃん。なんかちょっとビブラートみたいになってるもん。響いてるもん、山に。どうや。本当私はこの2時間何を話してるんだろう。これといった話をしてない気がする。アグイスちゃん、シシ、そう、ちょっと冷静になってみたらね。あー、キキキキキ。本当だよね、皆さん本当に。本当にね。大丈夫？皆さん2時間大丈夫？お、うまいうまい。これかわいい白いニットなんだけどさ、中身がピンクなんですよ。一目惚れしてね、買ったんですよね。ここがピンクなの、中身が。なんか買った時めっちゃ可愛いなと思ったけど、こういう風に腕をここをしないとあのピンクなのが見えないんですよね。ね、可愛いよね。これね、ユニクロですね。でも結構前のやつ。ユニクロ好きなんですよ、めちゃめちゃ。そう、見えるようにね、折ってる。うん、裏地も可愛いなと思って買うけど、なかなか裏地をが見えるなんてあんまないよね。うんうん、いい感じ。ピンクアピール。とりあえずアピールしてみた。ピース。ピースピース。確かに。心が揺れるの。小顔。ピースの癖が。前髪伸びた。じゃあ私はそろそろ終わろうかな。
ありがとう。いもけんぴさん、ありがとう。ね、15,553人の方、ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。夜はどうしようかな、わかんない。今日の香水今日の香水、夜中に生き延びそう、いつは生きてるのってライン、君とはもう3年くらい会ってないのに、どうしたのあの頃低い。落ち着く。低いね。アラも上がらなかった。アラも。あの頃。僕たちはさ、何でもできる気がしてた。二人で海に行って、はたくさん写真撮ったね。口歌やすい。ハモリね、確かに。人間関係特異なじゃなくて、語りかける、誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。あ、男女変わったかな。男女変わるの待ってたらちょっとまた忘れてしまってた。ドルストストルルドルストストルルドルドルストストルル。ドレスとしてる買った？オラマ。皆さんゆっくり眠ってください。気をつけて。あらま。あ、寝ませんか。大丈夫。いや、私は
いろいろ確認とかしようかな。あとどうしよう、室並べしようかな。またシークレットタイムをメールで送ります。どうしようかな。2時半ぐらいからしようかな。どうしよう。そうだね。そかそか、今日は瀬戸内 PR 舞台の先輩方とノイミーさんとの対バンがあるんですよね。そうだそうだ。うんうん、皆さん今日はね、休日をゆっくりお過ごしくださいな。うんうん。あ、そうなんだ。もう箱推しですね、私は。講師です。うんうん、話し会まだまだ。明日のね、13時までですので、もう明日にはね、もう申し込み忘れてしまうと思うので。今日中おすすめします。じゃあ読もうかな。じゃあ今日の1位はマイセンタン、ありがとう。パンダ。2位は F 渋谷さん、ありがとう。3位は元気くん、ありがとう。4位は A ちゃん。5位は毎月第3木曜日さん。6位はセイヤンさん。7位はアオちゃん。8位はクニヒコさん。9位はタカオゴンヤン。10位はフタテ様。11位はナリさん。12位はちくわドーナツさん。13位はイケガピョンでした。ぴょんぴょこぴょん。そして、モモンガさん、ズーさん、サンパチさん、マピさん、カニさん、ノリフミさん、広島コーパセリさん、テンネツさん、ナリバーさん、サトルンさん、ナミミズさん、シナさん、大西くん、シンジさん、ヒュージロマルさん、ナビコさん、ナノさん、キャロットさん、ゆきひろさん、
ケイティさん。34位がアケルさんでした。アケル？パチパチ。セイちゃん、アオトさん、エイちゃん、クニヒコさん、炭酸せんべいさん、セイヤンさん、ありがとう。こんにちは。ユッチョさん、こんにちは。じゃあまたメールで送ります。じゃあねバイ。うん、今日は確か池田ちゃんのなんかあれがありますっけ、カラオケバトルみたいな、今日だっけな、明日ん、今日あテレビ東京さんでカラオケバトル、うんうん、今夜ですね。お、じゃ楽しみにしてます。あ、18時半から、ほうほう、みたいですので、ぜひぜひ。じゃ、バーイ。おけきょう。うぐいちゃんも今日だよって言って、かわいい。バーイ。あ、どんな映るかな、どうなんだろうな、どこで映るんかな、映らんかもしれんのか、あ、そっか、映らんのか、確かに、ほんとだ、あ、そういうことか、アロマ、あ、キープテレビで見れる、ああ、そっかそっか、アラマ、アラマ、アラマ、そっか、じゃあ見れる方は、そうだね、パラビーで見れる、じゃあねー、またまた。